地震の話をしてました。まだね、未だに東京もたまに余震が来ます。その中でその3月11日の後に、そのコンサートがね、僕控えていたんですけれども、ピアノの中川さんが、しょうちゃん、今この歌を歌うべきだと言ってきた曲があります。それを本当に、ちゃんと僕たちの災害だったりそういうものを自分たちの中にきちっと忘れないようにしていきたいなという思いから、ずっと歌っている曲です。本当にシャンソンっていろんな曲があって、本当にこんな災害、こういう時にある曲があるというのを本当に自分自身に届きました。本当に皆さんに伝えたい曲です。聞いてください。悲しみの終わりに。